はいどうもこんにちは七夕です本日も数学の話題を提供していきたいと思います、えー、今日の題材は数論の未解決問題と2005年度の早稲田大学の文系の整数問題ですね書いて書いてあるのは、えー、とこれちょっと分割されてるんですよただこれいきなりもう整数解自然数解を求めようっていう形で、えー、とかっ1からかっ3まであるものの3だけ取り上げてるっていう問題ですでこれ 上の方が未解決問題ですねこっちが未解決問題でまあ難問ですね現在も解かれていないんだろうと思いますえっとつまり n 分の4イコール x 分の1たす y 分の1たす z 分の1はいつでも整数回持つかっていうのは解かれてないってことですねえっと無限個持つかどうかっていうことは分かってないってことです持つかどうかも分かってないし無限個は持たないでしょうけど まあ、n が例えば具体的に与えられたときにその整数回い,いつも持つかどうかっていうのを分かってないってことですねで、えーとまあ、それの関連の問題っていうふうに思えたので、えー、と紹介したっていうだけですねこれ2005年度の文系の早稲田の文系の問題です下が2005年の早稲田の文系の問題ですまあ えといきなりこれのヒントでできれば立派だと思うんで文系だと十分だと思うんですけども、まあ、理系の生徒だといきなりこれね、えー、とノーヒントで、えー、とやった方がいいかなと思って、えー、取材をしています、えー、それでは考えていきましょう、えー、とどっから手をつけていけたらいいかっていうところがちょっと悩ましいところですけど、えー、3分の4マイナス x 分の1っていうふうなものを取り出して 2y 分の1たす 3y 分の1でえっ、ー、と yz は自然数なので、えー、234っていうふうになるにつれてどん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 ちっちゃくなっていくんですね。ってことは一番大きいので、えー、と2が入る、えー、と2が入るっていうか、えー、y と z にあ z ですねここね、えー、z がそれぞれ、えー、と1が入った時に。 2分の1と3分の1という値が一番でかくなるわけです。で、この値足すと6分の5になりますよね。ということは、3分の4マイナス x 分の1が6分の5という不等式ができます。えっと、これ x 分の1について解くと、x 分の1は大なりの6分の8から6分の5を引いて6分の えー、3ってなって2分の1になるんですよ。っていうことは x は2より2以下っていうことが言えます。ということで、えー、と自然数ですから x は1以上2以下ということなので x イコール1か2しかないですね。こうやって絞り込みましたね。であとはここについて調べていけばいいわけです。x は1のときこのときは、えー、どうするかっていうと、まあ、1代入して。 たたすす分分の1たす y 分の1これえ3変数のえと不等式を評価するのでえ不等式使ってもいいですよ。どっちもいいですねこれ 3xyz6xyz か 6xyz を全部かけちゃって 2yz−2y−3z=0 という形にしてえ因数分解すると。 えっと、まあ、無理やりこれ y で 2y でくくって、えー、2 y ス3とそれから z ス1イコール3という形に持ち込んで、えー、掛け算してこれえっ、ー、と積が2 y ス3と、えー、z ス1の積が3になるわけですからえっ、ー、と Z は1以上だから 0Z-1 は0以上ですねまあ0だと3にならないので、えー、と Z は2以上ということになりますということで両方ともプラスの数になるってことですねだからマイナス1とマイナス3みたいな組みは絶対に、えー、と出ないということで3と1と1と3というこの2パターンしかないってことですねでそれぞれ解が出てくるっていうことに気をつけてください、えー、ちゃんと解けるんですねこの YZ についてね えー、ちゃんと解くとこれは2と4とそれから3と2というのが出てきます。はい、というわけで x は1ですから、まあ、124と132っていうのが、えー、と答えに出てくるっていうのが分かります。で2番目として x イコール2の時これも同じように、えー、と x イコール2の時は、えー、と2代入してね えと4分の3分の4から2分の1を引いて、えー、それで6 x z を掛け算してっていうふうにやってもいいんですけど最初にこの絞り込んだ時にここに x イコール2っていう統合が成立してるんですよここ。ここの統合が成立してるってことはここの統合が成立してるってことなんですよ。いいですかってことは y イコール z イコール1ってことじゃないですか。 この時のみ、えー、統合が成立するのでえっ、ー、と x イコール2になるんだとしたらもう y と z は1のみしかないっていうことですねつまりえっ、ー、とここのここの式で統合が成立するということはここのところで統合が成立するっていうことなのでここで統合が成立するのは えっと、y イコール z イコール1のみっていうことですね。まあ、それに気がつくと早いですね。えー、つまり、xyz は、211しかないということです。211しかないということですね。で、合わせて、xyz は、えっ、ー、と、124と、それから132と。 それから211とこの3つが答えということになります、まあ、理系のね、えー、生徒さんにとっては、まあ、ちょうどいいレベルになってるかなと思います。えーまあ、絞り込み3変数の時には基本的に絞り込みをしないと因数分解ができないので、えー、とこういうふうにね、えー、と1番みたいな形になったら因数分解ができるっていうことは よく知られている手法だと思うんですけど3変数の場合にはだいたい絞り込んで、えー、とその代償関係とかあるいは設定をすることによってあるいはそのまあその中の変数のどれかが絞り込みができてまあうーんまあ2変数に帰着されることが多いですね。なんでまあこういう感じの解法になるというわけです。 まあ最初のね取っかかりがちょっと難しいかなと思いますけれどもえっ、ー、とまあ具体的に数字を代入してってあ x は3とかないなっていうのが見えてくればえー、まあ近いかなと思いますね解放としてはねまあ具体的な数字を当てはめて実験してみるっていうところから始めてみてくださいはい今回の授業は以上ですご視聴ありがとうございました